GT4 型はドイツブレーメンを走るブレーメン市電が上渡車両も含めて1959年から1982年にかけて導入した路面電車車両。旧カーブ装工事の車体のはみ出しを抑える特殊な構造を採用した連接式電車で製造企業によってその仕組みが異なっていた。1950年代以降、西ドイツ各地の路面電車は増え続ける。 自家用車や発達するバスとの競争にさらされるようになったが、同時にこれらの交通機関では対応しきれない都心の大量輸送が可能であるという利点も見直されるようになった。やがてその観点は自動車やバスが走る地上ではなく、地下路線上に路面電車を走らせるというスタッドバーンへと発展していったが、その中でブレーメンに本社を置いていた。 鉄道車両メーカーのハンザー車両製造は路面電車規格で作られた地下の限られた空間を最大限に活用できる新型電車の開発に取り掛かった。そして1959年に試作車が完成しブレーメン市電へ導入されたのが運転台や手電動機パンタグラフを有する電動車の GT4 型と運転台や手電動機を持たず GT4 型に 牽引されるる付随者のギガバイト4型である形式名はそれぞれ車軸数4本の連接式、電動制御車及び車軸数4本の連接式付随車を意味する。両形式ともに車体連接車で GT4 型は終電装置が設置されている車体にのみ運転台が設置された型運転台車両である。他都市に導入されていた連接車と異なりボギー台車が 各車体中央下部に一気搭載され、台車枠を特殊なリンクによって結合する構造が採用された。これにより、半径16メートルという急カーブを通過する際も、車体と台車の向きが常に同一となり、曲線走行時の車体の噛み出しを少なくすることが可能となった。同時に、車体全体の車幅を車両限界まで広げることが可能という利点も有しており、 従来のプレーメン市電の車両から車幅が 2300mm に拡大し、定員数も増加した。1959年に試作車となる GT4 型1両とギガバイト4型1両が製造され、その結果をもとに1961年から1967年にかけて3次にわたって量産が実施された。製造年によって形式名が区別されたほか、3次車に 当たる GT4C、ギガバイト4 c 型は、後部車体の車掌用空間が撤去された。また1968年に製造された、ブレーマーハーフェンス支電向けの同型車両重量が1982年の路線廃止に伴い、ブレーメン支電に譲渡され、GT4C、ギガバイト4 c 型に編入された。 1968年に付随車の車番変更が実施されたほか、1992年には、翌年以降の超低小電車量産を前に、ブレーメン市電に在籍する全車両に対する改版が行われ、9番号に3000の数字を足したものに変更された。そしてこの超低小電車 GT8N 型の導入により、置き換えが始まり、2003年までに定期運用から引退し、 保存車両や事業用車両を除き全車廃車された。そのうち GT4 型47両と g ガバイ b 4型44両については1995年から2003年にかけてルーマニアティミシュアラを走るティミシュアラ市電への譲渡が行われた。各形式の製造、譲り受け年や車両番号変更の推移などは以下の通りである。2018年時点で ブレーメン市電に在籍する走行可能なハンザ車両製造製の GT4 型、ギガバイト4型は以下の通りである。これらに加えて2009年まで445が胴体保存されていたが、2009年の検査で機器の破損が見つかり、費用の関係から翌2010年以降は生体保存に改められた。1973年以降の増備車は、 ハンザ車両製造が破産したことを受けて、ドイツカッセルの企業であるウェーグマンで製造が実施され、ハンザ車両製造製車両から車体や機器が多数変更された。車体の変異を抑える構造は、特殊リンク機構から車体を台車に合わせて動かす機構へと変更された。各車体下部には、台車部に2体、連接部に1体、計3体6箇所に、 油圧シリンダが接続されており、左右それぞれ油圧系統としてつながっている。車両が曲線を通過する際、台車の動きに合わせて、これらの油圧シリンダが稼働し、車体のはみ出しを抑えるという仕組みであった。ただし油圧シリンダの信頼性に難があったことから1980年代以降は圧縮空気を用いた空気バネへの交換が行われている。車体も設計が変更され、 全照灯が車体下部へ移動したった全面方向膜も大型化した。製造は3度にわたって行われ、1973年から1977年までに GT4 型61両とギガバイト四4型57両が導入された。そのうち GT4 型561は1979年にブレーメンのローランド像にちなみローランドという愛称が付けられたほか、 翌1980年には GT4 型10両にブレーメンの発展に貢献した人物にちなんだ名前が命名された。また、1986年と1989年には GT4 型2両に中間車体を追加する改造を実施し形式名も GT6 型へ改められた。1992年には超低床電車導入に先駆けたが実施されたが、 2002年以降それらの超低小電車導入に伴う置き換えが始まった。2009年に定期運転離脱後も一部車両が予備車として在籍していたが、2013年12月21日に運行した臨時列車を最後に、後日の保存車両や事業用車両を除き引退した。廃車となった車両のうち GT4 型39両、 ギガバイト4型38両については、ティミッショー嵐電への譲渡が行われ、うち GT4 型30両については2015年から2018年にかけて、ルーマニア各地の鉄道車両メーカーで、車体や主要機器を更新した GT4MT 型アルモニアへの改造工事が実施されている。各形式の製造、改造年や車両番号変更の推移などは、以下の通りである。 2018年現在、ブレーメン市電に在籍する、走行可能な、ウェーグマン製の GT4 型、GT6 系、ギガバイト4型は、以下の通りである。これらに加えて3548が2009年以降、教習車として使用されていたが、2017年以降は、ブレーメン路面連車博物館で、生体保存されている。ありがとうございます。